こんにちは葉山の簡単カタカタナ英会話です今回はえ食べ物についてやってみたいと思います、まああのー。外国人の方と親しくなるのに食べ物は不可欠ですよね。なので今回ちょっと取り上げてみたいと思います。えー、まず、えー、画面の方にお腹がグーってなってる女性がいます。 えー、こういう時皆さんならどういうふうに声をかけますかもちろん「Are you hungry?」ですよねと、えー、この女性は「Yes I am I'm so hungry」というふうに言うでしょうでもしお腹がグーってなっているってそれで、まあ、あら恥ずかしいわなんていう時は「My stomach is growing」 グロ i ングというのは、まあ、なるということなんですけど I'm so embarrassed 私はとても恥ずかしいお腹が鳴ったので恥ずかしいって embarrassed という言い方もがあります、はい、でもう一つお腹が減るという言い方にとってもとっても腹ペコだという言い方に I'm starved というふうな言い方があります。s t u r e d で、あのもう死にそうなくらいお,お腹が空いてるのよという場合は、I'm starved to death という言い方もあります。では、皆さんも続けて、えー、Please repeat after me.I am starved to death. この sturved の D はほとんど聞こえません。飲み込む感じですね。I'm sturved to death.I'm sturved to death. To death. でもう本当にお腹が空いてるの。というちょっとかっこいい言い方をするとこういう言い方もあります。では、えー、次にじゃあ shall we have lunch でもディナーでも Uh, shall we have dinner together? でも shall we have lunch? please repeat after me. Shall we have lunch? Shall we have lunch? Shall we have lunch? Dinnerなら shall we have dinner? Shall we have dinner? 相手のことは、Oh, yes, thank you というふうに言うかもしれませんね。でどんな食べ物中華とかフレンチとか和食とかいろいろありますけれども、どんな種類の食べ物が好きですかって聞くときは、What kind of food do you like? French, Japanese, Chinese なんて聞くといいと思います。Please repeat after me:What kind of food do you like? What kind of food do you like? と答え方、反対に聞かれた場合もあの覚えておくといいですね。I like Japanese food. I like Japanese food. 中華なら I like Chinese food. I like Chinese food. あとはもしもうもうこれがとても好きなの、これが今食べたいのって言ったら、I want to eat sushi とか I want to eat、uh, まあ curry rice とかまあいろんな言い方ができますね。というふうに What kind of food do you like? What kind of food do you like? という言い方を覚えておくといいと思います。ね。 それでもしあなたがちょっと好きなレストランがあると言ったら I know very nice restaurant.Let's go together っていうふうに進めてあげるといいですよねではここからちょっと食べ物外国人の方に私はちょっとクッキングを教えたりしていたことがありますのでそこで好まれたクッキングと好ま このこ好まれなかったというか、ちょっとはてなマークのクッキングをちょっと、えー、これからやってみたいと思います。で、おいしい時は、It tastes so good.Tastes S つきますね。It tastes so good っていうふうに言ってくれますけれども、あ、これもじゃあ、l e a t please repeat after me.It tastes so good. nice tastes ででもいいですね it tastes so、nice、これがあまり美味しくない時の言い方相手の方ネイティブの方がなんて言うと思いますか、えー、と大体において「It is interesting」って言います。この「interesting」というのはあまり美味しくないという意味なんですね。まあ、興味深い。 という感じの言葉です、ね、じゃあ一応皆さんもあのお客様で招待された時に答える答え方として、うん、あのまあ日本人の方はあんまり言わないとは思うんですけど「It is interesting」とか「It tastes interesting」というふうに正直に言うと次に来た時に、えー、その食事は出ないと思います。 あなたは料理がうまいですねで日本風に言うと「You cook very good」とか「You are good at cooking」この「Be good at」で上手ですっていう、まあ、決まり文句というか熟語なんですけれども一般的に私が接してきた方々があなたは料理が上手ですねという時は「You are good cook」 クックってあの C-O-O-K ですね。あなたはとても料理がまあ You're a good cook. っていうふうに言います。これはあまり教科書とかあの腕には載ってない言葉です。言い回しですけれども、You're a good cook. っていうふうに言ってください。で、アメリカ人の料理がうまいというのと、日本人の料方の料理がうまいは、ちょっと,ことニュアンスが異なります。え 一般的にアメリカ人の方の食事っていうのはすごくシンプルなんですね。お肉を焼いたりとか、だからあんまり蒸したりとか煮たりっていうことはあんまりしない、とてもシンプルなんですね。サラダがあって、まあ、普段そんなにあのローストビーフを食べたりしてるわけじゃないので、あのとてもシンプルなんですね。サンドイッチで済まませたりしすすからそうすると 日本,のお日本人のお母さんの方の料理というのは例えばアメリカ人の方から見るとものすごい大変なあの仕事に見えるんですね。で日本の方が料理がうまいと言うとおしなべてその,あの料理がおいしいですねになるんですけれどもアメリカ人の方の料理グククというのはあのベーキング。あの まあ、デザートですねあのそれが美味しい方があの、まあ、一般的なんですだから「you are good cook」って言ったらアメリカ人の方のベーキングの方が美味しいだから食べ物食事が淡白なシンプルなのでデザートをたくさん食べるんですねケーキとかパイとかアイスクリームとかだから太るんですよね デザートのない食事というのはちょっと考えられ、まあ、お,あのお客様としてあの相手の方におう,おうちに行ったらこのデザートちょっと前置きが長くなりましたので料理に行ってみたいと思います日本のビールとかと一緒に枝豆ソイビーンズを出しますよねこの枝豆すごい好評なんですねでソイビーンズ枝豆ですよね 皆さんもお好きでしょうか、枝豆。えー、向こうでは、えー、こういう食べ方はしませんあの。枝豆とビールはビアですね。これを出すとすごく喜ばれます。ビールも日本のビールの方が味が濃いんでしょうか、いろいろおいしいといいますね。あのとんカツなんか、えーこのうん、喜んで食べますね。 とんかつはポークカットレットと言いますか、まあ、ディープフライあのこう、えーまあ、揚げ物なのでディープフライ深いフライというふうに言うんですけども、えー、このとんかつはすごい喜びますねでとんかつを活用したカツ丼もこれすごくよろ喜びますはい。 で、あと自宅で招いて、えー、やる分だと、お好み焼きなんかもすごく喜びます。で、プレートをつく使って自分たちで料理するというのはアメリカの食卓ではあんまりないんですね。焼肉とか、こういうお好み焼きとか。だからこういうもので楽しむっていうのも一つの方法かと思います。で よく聞かれるのが、まあ、あのそういうのをお出しすると「How did you make it?」といって作り方を絶対、えー、聞かれるんですね。それを説明するのは、えー、ちょっと時間がかかりますし、えー、もう前もって、えー、皆さん手書きかなんかで書いておかれるといいと思います。えー、あと、えー、チャイニーズもあの春巻きとか スプリングロールですね春巻きはスプリングロールあと、えー、チャーハンフライドライスフライドライスこれらお好きですねあとエビチリとかあとカニ玉これも喜んで食べてますねだからあと餃子これも好きですだからこの辺をもしあの、まあ、外食なさったりあの自宅に あのお前なきするときにこういうのを作っておいてもあのいいと思いますあと日本の料理の場合はすき焼きですねこれをあのやっておくと本当にこれも一緒に皆さんあの、まあ、今三3密なのであまりこう一緒にあのお鍋をつつくっていうのは危ないとは思うんですけれどももう密あのコロナ禍が終わったらあのすき焼きですねで 微妙なのがカリーライスカレーライスですね、えー、これお好きな方と好きじゃない方がいるんですねスパイシーなものが好きか好きじゃないかまたスパイシーでもこのカレーというのはあのちょっとあんまり馴染みがないかもしれませんねこれ間違うんですけれどもハンバーグって日本人の方作りますよねお母さんがとか奥様男性でも ハンバーグ。マクドナルドは英語でマクドナルド。これ人の名前なんですね。マクドナルドじゃ通じません。Please repeat after me. マクドナルズマクドナルド。よろしいでしょうかマクドナルド。アメリカでは有名な。あの 幼児のお子様の,子の歌で Oh, McDonald had a farm, EA, EA, o っていうのがあるんですけどその Oh, McDonald, おじさん、マクドナルドおじさんのファーム、農場の歌なんてこれで Oh, McDonald っていうのがありますね。でも日本のハンバーグはアメリカのミートローフ、ミートローフと,、えー、とよく ハンバーグどうぞって言ったら「oh, it's a m e ミート・ローフ」っていうふうに言い直しますねア。アメリカにはこのハンバーグっていうものがないんですね。ミート・ローフ。まあ容器にひき肉入れたりあ,のあとはシーズニング味付けをしたり中にいろいろなんかほうれん草を入れたりいろいろチーズを入れたりいろんなあのやり方があるんですけどこれはもうやっぱりこう。 ドンと作ってそれを切ってスライスしてサーブする、まあ、スライスするのはお父さんの役目なんですミートローフとハンバーグ混同しますねであともう一つ皆さんミートソーススパゲッティミートソーススパゲッティこれアメリカではありませんアメリカではミートボールスパゲッティなんですねでミーートボール だ,だからあのゴロゴロゴロっとしたミートボールスパゲッティはあってもミートソーススパゲッティはありませんアメリカ人の方が好きなものにあ焼き鳥焼き鳥がありますこれも好きですね焼き鳥屋さんなんか行くと喜ぶと思いますもうラーメンとかですねラーメンも私女性の方をラーメン屋さんに連れて行ったらヌードルがトゥーマッチで 私には食べられないって言ってちょぼちょぼっと食べてだからいろんな方がいるのであの前もってよく聞いておかないと失敗するっていう場合もありますので皆さんあの気をつけてくださいあのおうちに招く時「Thank you for coming! I'm so glad to have you, have you here today」とかって言います。でこの「Hub」の使い方「Hub」っていろんなふうに使えるんですけれども I'm so glad to have you here. って言うと、あ、来てくれてありがとう。あこれ、日本語にすると、私はあなたをここに持ってきて嬉しいわってちょっと変な言い回しになるんですけれども、こういう言い方があります。Please repeat after me. I'm so glad to have you here today. I'm so glad to have you here today. よろしいでしょうか えー、食べ物に関する英語って、あのー、たくさんあるんですけれどもこれも徐々にやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。